ドラマティッククリエイト。メーブル。月に寄り添う乙女の作法、日だまりの日々。最初から持つです。おっかねの。動かないでください。おお。おいおい。酒蔵だと思ったらホラーハウスだ、ここは。いるならいるって言ってくれよ。びっくりするだろ。動かないでくださいと言いました。
本一の人。倉庫版です。私にはこの家を守る義務があります。銃を捨てて投降してください。さもなくば差し違えてでもあなたを止めなければなりません。おっと、こいつは勇敢な侍のお出ましだぞ。驚いたね。さすがは悪名高い大倉さん家の別荘だ。うっかり迷い込んだお客様を刺激的なアトラクションでお出迎えとは趣味が悪い。ところで念のため確認するけど、子供だよね。私は子供ですが、銃声を聞きつければすぐに大人たちが駆けつけます。撃っていただいても構いません。趣味だな、ここんちの人間は。君も大変だね。ろくに胸も膨らんでないうちから心身とも従順な SP に仕立て上げられちゃってさ。お静かに願います、ムッシュ。もう一度言います。どうぞお静かに、ミスター。私の言葉がわかりますか？そう。大丈夫だ、安心してくれ。俺は元来美人を口説くとき以外はお静かな方なんだ。もっとも、君は将来かなりの美人になる。まあ暗くて顔はよく見えないが、声を聞けばわかるさ。ゆえに私の饒舌が多少過ぎたとしても、そこは寛容にお許し願いましょう、レブ。私は男子です。それは失礼。いや、わかんねえよ。声に全然顔がないんだもん、君。あなたはたった今、声を聞けばわかると言ったばかりです。おっと、出たぞ。思春期名物、あなたが言ったんじゃないですか、だ。眩しいな。若さの特権だぜ、それ。大人の不条理に正論で立ち向かうなんてさ。勉強になったろ。これが社会の縮図だよ。目上の者がカラスは白いといえばカラスは白いし、イルカは魚だといえばイルカは魚だし。ああ、君タバコある？動かないで。銃を捨ててください。参ったな。悲しきパラドックスだ。大人として坊やの可愛いわがままを叶えてあげたいのは山々だが、
さすがの俺でも持ってないものは捨てられない。確か東の果ての真面目な国にそんなことわざがあったな。お静かに。まず両手を上げてください。動くな、喋るな、両手を上げろ。なかなか注文の多い酒屋さんだ。次の命令は何だい？今夜この家に押し入った罪をあなたの神に懺悔してください。そしておとなしく投降してください。いいだろう。それぐらいなら善良な市民にも叶えられる願いだ。アーメン。やれやれ。それじゃあ大人たちとやらのお迎えが来るまでのんびり待たせてもらおうか。俺はジャンピエール・スタンレー。短い間よろしく少年。悔い改めていただけて何よりです。声を出すなよ、少年。それじゃあ、なんだかもっと派手に抵抗してもらいたかったみたいだぜ。おとなしくしていてください。今大人たちを呼んできます。おいおい、そんなあからさまに背中を向けるなよ、少年。ひょっとして君はあれか、当初のプラン通りどでかい発砲音で撃ち殺されたいのかい？まさか、おたわむれを。あ、そう。じゃあ、ちょっと試してみようか。動けないさ。俺は今冷たい床にケツを据えてる。だが君は2本の足で立ってる。そうだろ、少年。
世の中何も面白くないだろう。いっそ死んだ方がいいって。分かってます。そっち撃って。旅結構そあっそうだ。今このこいあそううんな意志だよ意志。ほう君おことじゃゆうせい君、あなたはしょ…さあ、早くお立ちなさい。あなたの怪我…お母さん…ごめんね、ゆうせい。あの人たちは…辛い…旦那様の亡霊息って言うから。あ、ゆえさおかつへっすはいおおかはいもちろんです。1ポンドで許してやるって言ってんだろ。早く出せよ。失礼。あと大何があったんです？こいつ一人で暇そうだったから、俺らが遊んでやるって言ったんだ。そしたら変な顔して仕方しやがって。俺らのてめえこん やめて。ごめんね、怖がらって。本当に何そのもあれお前らよろしい。あ、そうか。なるほど。ね。あった。何を。なるほど。苦労し…ありがとうございます。と…あ、し…し…だが、あれ、お前…
もうやめろ。やはり貴様には才能がなかった。失せろ、メス犬の子。わあ。リサ、なんです？っていうか、今大倉の面倒。しんぼりしな、ほんと、仕方ありません。案内所、昔の僕、そうだっけ。ちょ、ね、ああ、妹、服は好きです。ね、少しだけでも。ああ、いいの。ビビ、そうじゃな、あっ。
取り合ってもいっ、いいんですか？もしもの時に私は開き直りますよ。さあ覚悟を決めて、マサランチャイとカフェラッテを両方ホットの M サイズ。